あそりゃよいよいよいやおはようございます。こちらは8月14日の朝です。今日はここ和歌山県那智勝浦町色川で盆踊り大会が開催される日です。今日は晴天で、開催決定ですね。ちょうど1年前は、台風直撃で、そして延期した日も直前まで雨が降っていて、もう判断が大変だったんですけども、今回は晴天で良かったです。この色川盆踊りはもうずっと代々受け継がれてきて、それをつないでいきたいねということで、青年会の有志のメンバーで歌とか踊りを習ったり、そして出店を準備したりやってきました。去年、映像にまとめたものもあるんですけども、まあ、今年ならではのこともあるので、こうして撮って、僕目線にはなりますが映像にまとめようかなと思っています。この盆踊りは友達のわらくんが言っていて、スピリチュアルエンターテイメントじゃないかということで、まあ、この精神的な部分としては先祖供養の一環として、もう古来からずっと行われてきましたよね。お盆にご先祖様の霊が帰ってくるので、おもてなしをして、そして送り返すという意味合いですよね。あとエンターテインメントとしては、まあ、娯楽として、まあ、昔からこう祭りはね楽しまれてきたということで、今回も出店があったり、そして久しぶりの再会があったり、まあ、昔はね男女の出会いの場にもなってきたということで、そういう楽しい部分も引き継いでいきたいなと思っています。そして、今年ならではで言いますと、じゃじゃーん、これ前回の映像でお伝えしました、これ色川盆踊り手ぬぐいが完成しています。友達のね泉ちゃんが発案して、千鶴ちゃんがこのデザインをしてくれて、素敵な手ぬぐいになっています。今日はこれを巻いて過ごそうと思います。はい、あとね、倉庫に眠っていた大提灯をね、徳森くんはじめ、自然素材クラフト部のみんなで山から三つ股を取ってきて、和紙を作って、貼り付けて直したという大提灯も火が灯る予定なので、そちらも、見てもらえたらと思っています。いろんな出店もあります。今回も中高生が出店してくれたり、子どもたちも手伝ってブースを出してくれます。この近くの太田地区からもブースを出してくれることになりまして、盛りだくさんですね。僕はポン菓子を出します。これから準備をしていきたいと思います。前々回の映像でも紹介しましたが、いきますよ。 3、2、1、 よしできました。お米のおやつポン菓子、おいしいよ。豆乳と砂糖をかけて僕の朝ごはんにもします。いただきます。うん、おいしいけどすぐふにゃふにゃになるんですねこれ。まあこれを食べて元気をつけて準備に入ります。今年も今の大移動です。円卓も よいしょ。盆踊りで使うものをいろんな場所に担当の人が取りに行って、そして円満寺に集合します。テント。盆踊り会場の円満寺公園です。徳森すごいやん。来たよ。おついに出ました。かっこええな。ようやった。途中心折れそうになったもん貼る時ね大変でしたねこれは。
3時になりました。みんなでテントを立てていきます。いっせーの、くつろぎスペースができました。色川ブース、今年はポン菓子やります。とりあえず休憩。あ、生駒さんからの差し入れありがとうございます。あ、でももうこれでなくなったからさ、雨とかでしょ。はい、トコモーリーの動物ストラップいっぱいあります。はい、待たずに帰るよ。すごい、待たずに帰るよ。めっちゃ美味しそうですね。色川の400年の歴史がある唐揚げではない、はい、最近できた唐揚げだからボリュームありますね、これ。すごいね。すごい。浴衣を着せてもらいます。いや、男の人は多分なるべくこう苦しないかって苦しくない。大体同じ朝にして、タレ上、手下で、こっちがタレね、こっちが手って言って、手下で。今度短すぎたか。とりあえず波は上向いたわ、これで。これで。ごめん、いや、ここがでもあれだよ、なんかちょっとこう幅が揃ってないから大丈夫、よし、力不足です、すみません。ありがとう。これ、まさくん表作ってくれた。くるやんって。かわいい。やったー。それママ、ありがとう。さあさあ、楽しい盆踊りが、出店が始まってますよ。で、今年ならではで言いますと、この盆踊り手ぬぐいができました。皆さん持ってますか？皆さんに寄付を募る形で、この盆踊り大会がずっと運営できるようにと、こうなりました。皆さんまた巻いていただいて、式を挙げつつ、また思い出にしていただいたり、眺めたり、汗を拭いたり、いろいろ拭いたりして、はい、涙を拭いたり、この汗や汚れやシミやシワを自分の勲章として育てていってほしいなと思います。そう、この手ぬぐいと、もう一つはこれですよ。大提灯、こちら。これ倉庫でボロボロになって眠っていたものを、あそこにいてます徳森くんが直そうということで、これですね、山に行って三つ股っていう木を取ってきて、紙を作って直しました。すごい手がかかってるんです。大変でしたね。なんかなかなかこう竹にひっついてくれなくて、こう紙を乗り付けながら貼っていくんですけど、めっちゃ時間かけながらみんなでやりました。まあ、また日が暮れてきたら点灯しようかなと思いますので、こちらも見ていただけたらなと思います。今日の盆踊り、夜まで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。当たり、当たった、当たった、当たった。石田さん繁盛してますね。ありがたいですね。ありがとうございます。子供さんが多いのは嬉しいです。結構重いのもありますよ。重すぎたわ、持ち上げかけてたのに。タイムやってくれた、ありがとう。腕相撲、腕相撲で、これ今から玉山さんとマントヒヒでも呼んでこいよ。こんなん無理やろ、これなしで、なしで。手が通る、手が通る。おったくりや、この人。おった。
中高生ブース、あ、一つください。たこ焼き器で焼いたベビーカステラ、これありがとう、いただきます。ベビーカステラ後に食べる、ジュースもあるよ。マル君ビールのところおるやん。待っていいやな。これがないと。アユの塩焼き。めっちゃ美味しそうやな。見て、8本ぐらいあったもん。あれ、アユ注文されました。トウモロコシ。もろこし、ね、美味しそう。美味しそう。あ、買います。うん、食べる食べる。いや、お腹空いてんの。来年も再来年も。ありがとう。これマル君が持ってきてくれたんかな。素敵な竹細工。これでいいかも。かなり。あ、もう良さそうやね。コーンといえばお菓子ができて心も弾ける。どうぞよかったら。大きな声が集まれば成功します。3、2、1って言ってね。せーの、3、2、1って言ったらやるんだよ。いい？せーの、3、2、1。うえー、はい、3つをかけます。了解したのね。詰め放題やからね。あ、ありがとうございます。サイン入れてるよ。もうこれでいい、もうこれでいい。よし、踊ろう。みなござれ、お寺のお庭の小草が切れるほど、夜から朝まで踊ろうね。この日限りで音を取る、いたぞさ、出ましたぞ、色が朝どうぞどうぞ。やれこりゃせ、愛と敬
おなきよまよ愛してよどうせ青年会会長の東条さんにいたの吉田さんの粋なパスを受け文句によかかるあやれこやせ伝統の盆踊りをこれからもつなごう心もいっぱいになりましたか。今日は去年に増して大勢の方が参加してたみたいで本当に嬉しいですね。
この盆踊りをずっと続けてくれていたご先祖様も今日は見てくれているんじゃないでしょうか。で、色川にご縁のある人たち、僕も含めて外から来た人も、あの子供からお年寄りまでみんなで輪になってこうやって笑顔で過ごせてすごく良かったです。盆踊りに限らず、こういうみんなでつながって笑顔になれる場をこれからも作っていきたいと思います。余韻を味わいながらみんなで語らい合いましょう。ありがとうございました。みんなありがとう。いや楽しかった、本当に。ありがとうございます。終わりました。楽しかったです。ちょっと今からまた語り合って、祭りというと実はあさって僕のご縁のある山口県の岩井島で神が舞うと書いて神舞という4年に一度のお祭りがあります。千年続いている祭りに行こうと思ってます。この盆踊りの片付けをしてすぐに出発します。祭り続きです。またそちらの様子もお届けしようかなと思うので、よかったらご覧ください。それではまたまた。いいよ、食べて。ポン菓子無料だもん。食べてもいいって話。